ように緑が多いと思います。とても綺麗な街だと思います。だからお忙しいでしょうけど、歩かれることとかございますか？そうですね、私東京都出身なんですけども、今鳥取県に住んでいるのでなかなか機会がないんですが、ここを今日見てすごく気持ちが現れました。ありがとうございます。さあ、そして美咲さんは2020空手アンバサダーとして活動されて、こういろいろね、海外回られたりもされますけど、でしょうけども、正式種目となった、ね、空手、現在世界での、海外での注目度ってどうなんでしょうか？はい、オリンピックに決まってから、今世界では空手は約190カ国ありますが、オリンピックに決まってからさらに競技人口も増え、またレベル的にも競技レベル的にもすごく高くなりましたので、注目度が高まっています。はい、このままの盛り上がりでね、2020東京大会に向けて、ね、盛り上げていきたいですよね。そうですね。はい、さあ、そして今日はこの道着も着ていただいております。2012年パリ世界空手道選手権で女子型の部で優勝されている宇佐美さんでございます。今日は特別にこの場で空手の型を披露していただけるそうでございます。よろしいでしょうか？大丈夫でしょう、この環境でございますけども。はい、問題ないです。そうですか。それでは準備に入っていただきましょう。さあ、今現在日本の文化や歴史に興味があるという訪日外国人が増えております。そんな中でスポーツでは日本の伝統武道である空手がものすごく話題になっております。2012年パリ世界空手道選手権大会の宇佐美さんの映像が動画サイトでなんと再生回数600万回を超えるという世界から称賛のコメントが寄せられております。それを今日はご披露いただきます。宇佐美さん、よろしいでしょうか？はい、それでは参りましょう。世界を虜にしました宇佐美里香さんの型でございます。それではよろしくお願いいたします。まさに世界が浸水いたしました。宇佐美里香さんの演舞でございました。いやー、ゲスレマさん、まずは鈴木長官、ご覧になっていかがでしたか？いやー、なんかキレがすごかったですね。スピードとか、なんかもう一つ一つの動作、音がするぐらい、もうこっちも身が引き締まりました。ありがとうございます。見てる皆さんもクッとこう息を飲むような演舞でございました。張本選手、見てどうでしたか？もう最近中学校で空手の授業だったんですけど、そうですか。他の生徒で上手いなとかしたんですけど、もう本当にあれが遊びのかのように飛ばせるので本当にびっくりしました。迫力伝わってきますよね。村田選手、どうでしたか？いや、すごい圧倒されましたね。なんか言葉すらも出ないぐらい、なんか息が止まってるんじゃないかっていうか、息をしちゃいけないんじゃないかっていうぐらい、こうすごい、わあ、開いた口が塞がらないっていうのが格好良さでした。まさにこう世界から称賛のコメントがね、もうとどまるところ知らないということでございますけども、やってる最中はもうあれなんですか、もうなんですか、目の前にこう敵がいるという。そうですね。周りに相手がいると想定して、スピード、パワーを。
出して表現していくっていうのが型なので、はい、相手を見えているかのように、はい、動きます。はい、本当に見える気がいたしました。それ皆さんどうぞ前へ、ね、お進みいただきます。あれ最初、はい、掛け声かけられたじゃないですか。あれなんて言ってるんですか。最初ですか。あの型の名前でチャタンヤラクーサンプーと言っています。チャタンヤラクーサンプー、はい、はい、これはえ何語なんですか。まあ、チャタン、沖縄、もともと空手沖縄発祥の地なんですけども、その沖縄の場所と、ヤラさんっていう名前の方とその組み合わさって、地名と名前が合わさって方の名前を、はい、最初。要するにこれ私たちこれ今やりますよっていう宣言なんですか。そうです、はい。これからのね、2020年大会もありますし、そういういろんなね、あのルールじゃないんですけど、そういう空手のことについてね、我々も知る機会になりますね。はい、これからもアンバサダーとして広めていっていただきたいと思います。で、宇佐美さんはこの丸の内スポーツフェス2018ではウェルカム東京スポーツフェス2018と題しまして、1日限定の特別なプログラムが開催されます。その宇佐美さんもご出演されるということなんですよね。そうですね、はい、はい。あの各国の、ね、トップアスリート集まる中でいろいろと、はいはい、と空手の、まあ、誰でも楽しく体験できる空手の体験プログラムもありますし、あとピカチュウが空手着を着て登場するようですので、そこも楽しみにぜひお越しください。はい、皆様どうぞお越しいただきたいと思います。ウェルカム東京スポーツフェス2018でございます。宇佐美さん、素晴らしい演舞もありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではゲストの皆様にもお揃いいただきましたので、ここで丸の内スポーツフェスと言いますとね、あちらでございます。今日はあちらですね。皆様の後ろ側はもう丸見る前でございます。やっぱり体力測定コーナー、これに実際にチャレンジしていただきたいと思います。皆さんよろしいでしょうか。体力測定コーナーずらっと並んでおります。5種目でございます。立位体前屈、垂直跳び、背筋力、握力、そして立ち幅跳び、この5つの種目からそれぞれ選んでいただいて挑戦をしていただきます。よろしいでしょうか。はい、それでは、ね、まずはチャレンジいただく前に、このゲストの方の前に一般の方にもチャレンジしていただいて、その差がね、どんなものなのかというのをね、見ていただきたいと思います。それではチャレンジャーのお二方、ステージへどうぞ。それでは、お名前と年齢を一つずつお願いいたします。平健吾です。20代です。そしてお願いします。平田美優です。20代です。さあ、この丸の内で働くお二人の方に登場いただきまして、まずはゲストの、ね、4人の前にやっていただきますけども、まずは平さん、何をやっていただきますか。背筋に挑戦します。自信がおありで、スポーツは学生時代何かされてましたか。バスケとテニスを少々。バスケとテニス、ね、背筋力ちょっとね、自信がおありのようでございますので、さあ、それでは頑張っていただきましょうか。それでは準備でございます。ね、もう皆さんご存知だと思いますけども、この背筋でございますね。膝を伸ばして、背筋を伸ばして30度かがめて、手が伸びた状態に、そうすると準備を、はい、セッティングして一気に引くという。20代男性の平均記録は150キロでございます。ちょっと腰だけ痛めないようにお願いしますね。背筋しっかり伸ばしていただいてね。それでは準備ですね。それでは一般男子平さん、参りましょう。背筋力です。それではお願いいたします。ちょっとバランス崩しましたけど、バランス崩しましょう、はい、あ、ちょっともう一回いきましょう、もう一回いきましょう、もう一回いきましょう。これね、はい、後ろに反り返らないで、はい、上にお願いします。上に、はい、はい、ちょっとありがとうございます、ね、はい、さあ、それではいいですね。ちょっと呼吸を整えていただいて、背筋を伸ばして上にですよ。それでは20代男性です。平さん、お願いいたします。さあ、しっかり引いていただいて、どうでしょうか。さあ、記録出たでしょうか。参りましょう。記録は 125.5 キロでございます。ありがとうございました。あ、どうでしたか。ちょっと不本意というような表情が。ちょっとそうですね、緊張して、普段の力が残念です。
ちょっと2回に分散しちゃいましたからね。はい、いやいや、男性が平均が150キロでございます。3、続きまして、あ、まやさん、これですね。レックスにチャレンジしてみますとね、言ってますけども、先ほど私何されたら聞いたんですよ。何されてたんでしたっけ。バレーとチャリーディングをやってますか。これはいけそうですね。じゃあちょっと早速準備していただいて、ヒールの方で大丈夫ですか。はい、さあ、もうこれは説明するまでもないでしょうね。ヒールのままでいきますか。いいですね。脱いでももらってもいいですか。はい、それではね、目標とかはあえて聞かないでおきましょう。バレーとチアリーディングをされていらっしゃいました20代女性、前田さんでございます。それではお願いいたします。どうぞ。あ、はい、これを押して、そうグッと押して、グッと押して、はい、ここまで行きました。赤井さんもいいですよ。はい、戻っていただいて、記録は 19.4 センチでございます。素晴らしい。まずはありがとうございます。本日は入っていただきまして 19.4 センチでございました。これ柔らかいですね。はい、女性20代の平均が14センチね、14.5 センチ、素晴らしい、ね、最後のもう押しもこれでもかっていうのが素晴らしかった、ね、じゃあ二人さん、前田さん、ありがとうございました、ね、まずは丸の内の一般の方にチャレンジをしていただきました。さあ、それではいよいよゲストの皆さん、お願いしてまいりましょう。まずは鈴木長官からよろしいでしょうか。私、はい、はい、やらせていただきます。はい、鈴木長官、何をしていただけますでしょうか。何でも、皆さんは鈴木長官の何見たいですか。5種目ですよ、ね、まあ、じゃあこれで、これでいきますか。あ、立位大前屈。鈴木長官、まず現役時代はどのくらいだったかいいですか。現役はそうですね、19センチぐらいですか。柔軟性もね、あれですけど、今の前田さんに合わせてないですよ。まあ、一応負けないように頑張ります。さあ、50代男性の平均は 5.6 センチ 5.6 センチを上回っていただきたい。さあ、それでは50代男性、鈴木長官、立位大前屈、お願いいたします。さあ、どうでしょうか。思っていたよりちょっと緩い感じでございますけども、あ、どうでしょうか。このままではマイナスという結果になってしまいます。大丈夫でしょうか。あ、鈴木長官、今の全力ということでよろしいですね。あの、私なりにベストを尽くしました。はい、それではレースの記録発表させていただきます。記録はマイナス 3.1 センチでございます。おかしいな、もっと際立ったんですけど。やっぱりあの現役当時の我々ね、あのバサロとあの英語を覚えてますんで、あんなしなやかな方がマイナスっていうのもちょっと不本意ですけど、なんかこう緊張していきませんでした。やっぱりアスリートでもこうストレッチを怠るとああなっちゃう、そうなっちゃうっていうね。なんかあの丸の内に魔物がいるような気がします。記録はマイナス 3.1 センチでございました。ありがとうございました。さあ、続きまして張本選手、お願いいたします。張本選手、背筋でいいですか。はい、それは普段でも背筋とかのトレーニング、ちょっとこれ15歳の平均 121.8 キロです。どのくらいいきましょうか。130いってください、ね、いけると思います。年々本当体がたくましくなるというね。やっぱりね、調節がすごい難しいんですよ。はい、調節大丈夫ですか。ちょうどね、はい、大体こんなもんぐらいね、倒して、はい、じゃあ待って、手が伸びた状態でまっすぐ、これ大丈夫ですね。はい、それでは15歳の張本選手、背筋力は一体いくつなんでしょうか。お願いいたします。さあ、いったのか。あ、どうしても後ろにね、いっちゃう。これちょっと傾斜もあるんですよね、これね。もう一回いきましょう、まあ、すでに120キロいってます。一度もう一度調節していただいて、じゃあのこの台をしっかり支えてもらって、上に引いてもらうと、じゃあ背筋と膝をしっかり伸ばしていただいて、いいですね。2回目です。それでは参りましょう、お願いいたします。さあ、どうでしょうか。記録はどうでしょうか。 126.5 でございました。 126.5 キロ、ありがとうございました。15歳の平均 121.8 キロ超えました。いかがでしょうか。まあ、
平均を超えたので、はい、はい、でもあのベストとかもし分かればどのくらい？いや、今日初めてです。あ、今日初めてですか、ね、もうこのコツをつかめもっとね、いけるかもしれませんけど、ね、あの腰大丈夫ですね。はい、ね、ありがとうございました。張本選手でございました。さあ、それでは村岡選手、まりちゃん、村岡選手は何をやっていただけますでしょうか？握力で。握力を、自信ありということでよろしいですか？自信は特にない。やっぱりあのアルペンスキーだと握力とかって必要ですか？そんないらないです。あ、そう、必要はない。はい、はい、そうですか。それではさあ、女性代表でやっていただきましょう。ちょっとマイクをね、持っていただきまして、ですね、20代女性の平均は 29.6 キロでございます。去年のこの丸の内スポーツフェスの全体の最高は61キロでございます。さあ、年代別 29.6 キロを超えられるでしょうか。それでは村岡選手、よろしくお願いいたします。さあ、スタートは力がこもった。どうでしょうか、どうでしょうか。行きました。お、出ました。ちょっと披露いただきまして、このね、44.5 キロ来ました。村岡さん、それ持ってあのカメラの方にやってやったぞっていうのいいですか。 44.5、 これ 44.5 ってどこ相当？男性の40代とかじゃないですか。あ、40代違うな。男性50代相当の力があるという、女性で言うともうね、20代その分かれない。大幅に超えました。これすごい記録ですね。すごいですよね。なんか私去年ね、上げさせていただいたんですけど、確か40ぐらいだったと思いますので、相当すごいですね。さすがです。さすが。あ、え、握力鍛えられてるらしいです。鍛えてないんですけど、もしあの高校生とか、高校生の時とかもやっててマックス出ました今。素晴らしい。やっぱり勝負強い。ここ一番で 44.5、 女性で40キロ初めて見ました、私ね。素晴らしい、ありがとうございました。村岡選手でございました。さあ、続きまして、宇佐美さん参りましょう。宇佐美さん、何行かれましょう？握力、同じく握力 44.5 出てますけど大丈夫ですか？無理です。で、変えてもいいんですよ。はい、行きます。握力ね、はい、参りましょう。はい、それでは30代の女性平均 30.9 キロ、これ超えられるでしょうか。宇佐美選手、握力上手。あ、ちょっと前に行きましょうか。はい、はい、参りましょう。それでは宇佐美選手、よろしくお願いいたします。さあ、いった。うわっ、どうでしょうか。力が最後入りまして、あ、32.7 キロ、これもすごい、すごい。いや、すごいんですけど 44.5 がいますので、いやー、あ、ね、力ありました。やっぱりあの 30.9 平均は超えましたけども、やっぱりあのやる前にあのあれに気合一発入れた方が良かったんじゃないですかね。ね、あれ言うと気合がね、入りそうです。ちょっと、はい、その方が良かったですね。32.7 どうですか？ちょっと満足いかないんで、握力鍛えます。ね、お願いいたします、本当にね。いや、32.7、それ素晴らしいですけどね。さあ、皆さんチャレンジいただきまして、ね、それぞれ、ね、ご感想いただきたいんですけども、ね、鈴木長官どうでしたか？いや、あのね、一般の女性に軽く負けましたんで、私最近頭も硬いですけど、体も硬いことが分かりました。ね、あの現役時代のあのしなやかな、ね、あれをちょっと取り戻していただいて、ね、歩かれてやりますけど、ストレッチもぜひ。そうですね、はい、これもすごい大事ですね、はい、今日本当に身をもって知りました。頑張ります。はい、皆様どうもありがとうございます。今回ゲストの皆さんにチャレンジしていただきました記録はパネルにしまして、体力測定ブース、あちらでございますね、ずらっと並んでおります、体力測定ブースに、掲示します。お集まりの皆さんもぜひこの体力測定ブースでチャレンジいただきまして、ゲストの数の記録を目標にしてやっていただきたいと思います。ご協力いただきました太陽さん、前田さん、どうもありがとうございました。どうぞ拍手でお聞きください。ありがとうございました。あなた前にいただきまして、さあ、この後ゲストの皆さんは同じく丸ビル1階あちらでございます。丸のビル1階にございます丸の内ゴシコーナーに移動いただきまして、もう1種目チャレンジしていただきます。その前にここでプレス向け写真撮影の時間といたします。プレスの皆様、どうぞ係の者が順番にご案内いたしますので、そのままお待ちください。
ゲストの皆さんありがとうございました。引き続きお付き合いください。さあ、丸の内スポーツフェス2018オープニングセレモニー、まずは体力測定にゲストの皆さんチャレンジいただきまして、この後は場所を移動いたしまして、そしてフォトセッションをしてもう一種目チャレンジいただきます。プレゼンターさん、準備が整うまでしばらくお待ちください。準備が整いましたら、またゲストの皆さん登場いただきます。最初にシールの皆さんから言って、でその後 EMT 参りますんで、ご注文を随時お願いいたします。さあ、まずは丸の内ロッシュ競技ブースに移動いただきまして、テニス、ラグビー、そして野球、自転車、それぞれにチャレンジしていただきます。さあ、まずはその前にフォトセッションを行います。さあ、どうでしょうか、ポジション大丈夫ですか。もうちょっと全体的に、あ、じゃあ皆さん全体的に後ろ側へ、はい、寄っていただいて、で、ギュッと寄っていただけるんですかね。ですか、はい、それではシールの方から参りましょう。まずはシールカメラでございます。皆さんセンターに目線揃えていただきまして、さあ皆さん、じゃあ笑顔でお願いいたします。笑顔で、丸の内スポーツフェス2018、今年も始まりましたんでね、この丸の内中通りをね、ずっと抜けていくこの感じで皆さん撮っております。あ、じゃあ、ちらに目線お願いいたします。はい、一枚いただけね、お願いします。手振って、はい、手振っていただいて、じゃあ笑顔で手を振っていただきまして、はい、はい、シールカメラ皆さん大丈夫ですか。さあ、それでは続きまして EMG カメラ、皆さんお願いいたします。じゃあ、まずはあのセンター使って、あ、手振っていただいて、はい、なんせ今日からワールドウチスポーツフェス2018始まりますんで、ね、お願いいたしまして、なので、ね、次のゲストの皆さんに登場いただきました。よろしいですか、大丈夫ですか、はい、大丈夫ですか、皆さん大丈夫ですね、はい、フォトセッション以上で終了とさせていただきます。ゲストの皆さん、ありがとうございました。